一体どこの誰だ。俺は伊万里のあっちゃんだ。へい、おお、私は TKB アルウヒヨカグインナー食べたか。エッセンシャオエッセンフィンシャオシャオエッセン。いらっしゃいませ。始まりました、ワインズケダのソーサー TV の時間になりました。さあ、本日はですね、こちら竹尾武士さんが来ております。面白そう、はい、というのもですね、こちらですね、竹尾武士さん館、うちと同じくですね、 YouTube や、Instagram、 特に Instagram とかはね、かなり面白いんですけど、 YouTube もね、もちろんね、最近ね、特にチェックしてるんですけど、ここね、うちとよく比べられるんですよ。よくね、竹尾物産館っていう、竹尾に面白いね、物産館がありますよとかね、竹尾に行ったらなんか2人組で発信してらっしゃるんですけど、面白い2人組がいますよということで来ましたか、部長。いや、その面白い2人組、はい、うん、実際会ってね、面白勝負してみたいな。はい、ということでですね、今回は西のファインズ竹田、東の竹尾温泉物産館ということで、対決をちょっとね、挑み飲んでいきたいなと思ってるんで、まずはね、中に入ってね、お店チェックしてから、敵を視察してから、ちゃんとちょっとうちのね、うちスタイルをちょっとぶちかましてやりたいなと思いますので、ね、自信はどうですか。荒らしてやるぜ。ということで、行ってまいりましょうね。せーの、チェストゲッツ。そしたら中に入っていきましょう。行きましょう。ここでね、ちょっと伊万里はすごいんだぞっていうのを竹尾の人に見せつきたいと思います。そっち、お邪魔します。見てください、結構いろんなのがありますよ。そうですね、半額すごい。竹尾のガバイばあちゃん、ガバイばあちゃんね。おーい、よしちー、よしちー、こっちに来なはれや。誰っすか。それにしても結構お客さんの丘ですよ。さすがですね。さすがですね。繁盛シトラス語だです。やってやめ。面白いの見つけましたよ。あ、これ。なんすか。ムツゴロウ。お、すごいですねこれ。これ本物のやつをこう干してあるんですかね。ムツゴロウの着物ですねこれ。すごいですね。イマリじゃないですよねこれね。これイマリじゃ見ないですね。ムツゴロウの着物。見てください、ね、こちらね、お花がね、よくこう YouTube 動画に出てくるんですよ。そしてこう、踊られるわけです。マスギタールですね。それ真似してるんですか。ちょっと見てください、店長。え、見てください、店長。マスギタールですね。あら、本当に踊った、みよちゃんでーす。あっちゃんでーす。出ました。初共演でーす。素晴らしいです。こちらの方がね、みよちゃんなんですけど、ありがとうございます。竹尾温泉物産館の YouTuber みよちゃんでーす。嬉しい、嬉しいですね。もうこんな感じでね、テンションマックスなんで、はい、皆さんぜひ見てくださいね、竹尾温泉物産館、はい、見てください、見てください、見ますよ。はい、見ますよ。ありがとうございます。スーパーとはちょっと品揃えも違ってなんか面白いですよ。わー、美味しい、絶対これ美味しいやつですよね。これ美味しい、もう手作りですよね、うん、佐賀といえば佐賀牛じゃないですか。こちらの竹尾物産館もね。よし、そしたらですね、こちらの竹尾温泉物産館の名物みよちゃんに勝負を挑みたいと思います。どこの誰だ。俺は伊万里のあっちゃんだ。へい、私は TKB34 竹尾観光物産みよちゃんだ。おお、みよちゃん、やっぱり実物の方が可愛いぜ。そしは言ってるけど、ありがとうよ。おお、じゃあ早速やるぜ。イエーイ。ということで、先ほどね、尾形さんにちょっとね、今調整を挑みましたんで、尾形さん、どうぞ。イエーイ、尾形のみ
ほいみよちゃんすげえ。やばいぞ。ということでですね、まあ、こう見てわかる通り、もう歌のバリエーション、はい、めちゃくちゃ豊富で、はい、毎回ね歌って登場されるんですよ。はいはい、今日ですね、はい、歌対決したいと思います。僕歌大好きなんだ。負けないぜ。いや、いいですね、いいです。いいですね。あ、いいですよ、いいですよ。ちょくちょくなんか出ていかれるのはなんでなんですか。いいですね、こう自分が分かるから。歌っつっても、ちょっとね、お題をちょっと用意して、なんかこのリズムはよく分かんないですけど、お題を用意して、OK です。得意です。ランダムにお題を選んで即興で、うん、そのお題について歌ってもらえるということで、いいですね。わかりました。大丈夫ですか。なんかもう適当にお題をいいです。どう収集したらいい。なんか視聴者のほら愛のほら嬉しさ愛のボタンに。ゲゲッ。すごい出ました。なかなか止まらないぞ。タップでストップ、タップでストップ。あ、いい、OK、来た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 。さあ何が出るかな。なんと1個目のお題、シャウエッセン。シャウエッセン出ました。シャウエッセン高いからちょっと買えないな。ねえねえ、安くしてよ担当の方。だよね。そしたらあれですよね、みんなが知ってるお歌を買えるね。お、それでいきましょう。あ、それでいきましょう。じゃあみんなが知ってるような曲です。ちょっとね、息苦しいんでね、マスク外します。違う、私、こっちも昭和の歌のほぼほぼですけど、はい、ごめんなさい。みんながもし知らなかったら、ごめんなさい。よかばい。なんか、ちょくちょくこの動き。いや。真ん中で、じゃあ、歌う人は真ん中で。はい、いきます。じゃあ、私からいきます。曲名。シャウエッセン。いきます。ジャン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 。ある日よかウインナー食べたか、食べてみた。そしたらシャン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 、マカネコのシャウエッセン。来ましたよ。ここお肉の歌って有名じゃないですか。あ、結構有名ですよね。野菜の歌を歌ってまいります。野菜です。僕野菜大好きなんだ。はい、みゆちゃん。はい、みゆちゃん。ヘル、野菜は美容にいいぜ。野菜を食べる。もうダメか、早歌だ。もう帰る。もうね、決めつ歌ね。ここで歌ったらいかんね。ここで行こうか。お姫様せーの、ワン、ツー、スリー。野菜を食べましょう、ヘルシーな。
野菜を食べましょう。料理いい。とっても野菜は体にいい。長生きしたいよ、野菜食べよう。いきます、はい、テーマ野菜いきます。でんでて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 ん食べましょう。おお、俺様が煮かかればこんなもんだ。へすごい、すごい、よっしゃ、まみちゃんすごい、よっしゃ。いや、うちのみおちゃんはね、これがみおメロディーなんでね。みおはオリジナルがよくね出てきてね。で、み、あの演歌帳、はい、演歌帳、みゆちゃんもうちょっとこっちに。あ、はいはい、でも今日のあっちゃんはめっちゃ良かった。嬉しいです。ダンス好きとあれでお前たちも踊ったもん。動画で嬉しいです。で、2回戦はこれあっちゃん。イエイ、イエイ。ということで、竹雄物産館といった最後はですね、はい、お肉の歌、はい、をちょっとみんなで歌って、はい、ちょっとお別れしたいなと思ってるんで、はい、いいですか、みゆちゃん。はい、ありがとうございます。みんなで歌いましょう。はい、はい、はい、それではお願いします。どうぞ、はい、お願いします。それではいきますよ。はい、ワン、ツー、スリー。はい、肉肉肉肉大好き、肉肉肉肉大好き、モンモン、プキプキ、ゴーゴーゴー、もうもう、うんうん、コケコッコ。今日のおかずは大好き、お肉。家族揃って大好き、お肉。笑顔あふれる大好き、お肉。感謝感激大好き、お肉。肉肉肉肉大好き、大好き。肉肉肉肉大好き、大好き。好き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 大好き、大好き。好き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 大好き、お肉。皆さん、はい、竹雄物産館に来てください、はい、また来て、チューブサイゲー物産館最高。おー、現在、ファインズ竹田では YouTube 採用しております。 YouTube 未経験者の方も募集しています。ファインズ竹田で働きながら制作に携わってみませんか。ぜひ皆さんで、ね、概要欄から採用情報掲示しておりますので、ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。